よいしょ。よいしょ。ああ、おっとっと。こんにちは、アロナ。こんにちプラナ。アロプラチャンネルです。先生、すみません。バタバタとしてしまっていて。はい。まもなくブルーアーカイブ3周年ですからね。アロナ先輩と3周年に向けて様々な準備をしているところです。今が忙しさの正念場です。プラナちゃん、頑張りすぎてませんか？無理は禁物ですよ。はい、アロナ先輩。忙しくて大変なのはもちろんですが、なんだかこの忙しさもどこか楽しいと思います。わかりますよ、プラナちゃん。文化祭とかって何気にみんなでバタバタと準備していた時が一番楽しかった思い出になるなんて言いますもんね。なるほど、そういうことかもしれません。え、先生も一緒にですか？それは楽しそうです。アロナ先輩、せっかく先生に喜んでもらおうと準備してるんですから、先生に手伝ってもらったら何もかもネタバレになってしまいます。お、あ、確かにそうですね。先生と一緒にって言葉につられてついつい。そんなわけで先生には内緒です。お、なんでそんなに寂しそうな顔をしてるんですか？先生。お、あれ、プラナちゃん、先生にこんな寂しそうな顔をさせてはいけません。先生にも何かお手伝いしてもらいましょう。でもネタバレが。それなら、そうですね。あ、先生、私たちを応援してくれませんか？そうです。応援を受けて、もっと頑張れたら仕事量も増えて、間接的に先生と共同作業になると思います。私も先生の応援欲しいです。ですよね。先生、それではしょぼーんとしてる私たちに応援お願いします。おかげでとっても元気が出ました。元気いっぱいです。先生、ありがとうございます。このまま元気いっぱいで残りの準備頑張ります。3周年楽しみにしていてくださいね。アロナ先輩、もうひと踏ん張り頑張りましょう。えい、プラナちゃん、気合い入れていきますよ。えい、えい、おー。